今回は、こちらの2台を紹介します。まずは EF15 から。開けて、ペラペラを外します。ケースから出したら裏についている柔らかいパーツを取ります。出ました。国鉄 EF15 型、電気機関車、標準型です。ナンバーは取り付け済み、カプラーも交換してあります。スノープラウも取り付けた状態にしてあります。細かい表記類も綺麗に印刷されています。パンタグラフ周りです。パンタグラフは黒色の PS14 が搭載されています。デッキです。小さいですがかなり細かく作り込まれています。続いて EF13 も見てみます。出しました。こちらが EF13 です。先ほどの EF15 よりもすっきりとした印象です。デッキです。スノープラウがついてないせいか、かなりすっきりとした印象です。ナンバーは28号機、屋根上や窓の数、前面形状に違いがあります。消火口します。ボディを外してここについている小さなコンデンサを除去します。これで乗船等が可能になります。走らせてみます。EF13 はモーター音が大きいですが、EF15 よりスローが効くようです。ご視聴ありがとうございました。